さてともう一回ひどい目にあったんでもう一回やりますか。まだ呼吸のままですよ。ドラメンツありの赤もありのそんなに悪くはない。愚形が多いけど愚形が一個解消。さらに解消。そうにくっつくのを期待するのと三品を期待するのどっちがいいかな。ああ初が先か。切るタイミング怖いな。薬杯なのか単妖なのか親は。なるほど。初なんだ。これで素直に泣いてもいいかな。今のうち。ああ早かったね。危なかったね。しかも4000オールか。ドラ1じゃねえ。ちょっとくそ。
んなのに負けたか。かなり無理な動きだったのに。どうしよう。これは迷うな。先天で上がったか。三色目が出たと。指し子の方の目も出たと。なんでそりゃ。なんだかわからん感じになってきたな。しごろ。こっちが先に来たか。7はいいな。
じゃあ三色方向にはいかなかったと。ピンツもドロドロでよかったんだけどな。まあ十分。さて、なんだかわからん方向に来たけど、これはどうするべきだ。チュンと三層をどっちを先に切るか。こうなるとあとは恨め。なるほどね。もう微妙な手か。
ちゃんが保っていくパターンね。こんなのに刺さらなくて、ちょっといい手になった。ピンフテで三色もちょっとだけ見えていて、まあいっか、これは十分出るだろう。
本場じゃない。三蔵いつまで抱えてるかな。ここまでか。動いたか。いいとこから出た。これで5000点差。
そうっすか。うわ、ドラ4だよ、バカ。やっちゃった。これでオーラスですか。でも悪くないな。ローワンは泣く。しょうがねえ。21ピンフドラ1で我慢しよう。積もれば7-7。苦しんでるってことは降りる牌がないのか、それともまだ粘ってるのか。積もった。これでだいぶ近づいたね。泣くよ次は。
とい。わかった。じゃあ一旦チートイ。そこから出たか。三色があったけど、微妙なのだな。ピンが3枚切れたと。しかもそこか。積もっちゃった。これで飛ばしちゃったから、あとは裏が乗るかどうか。乗らず、届かず。